どうも、ラブミードゥです。この先の仕事の流れは、来週からの動きはをタロットで占います。4枚のカードを引くので、その中から1枚だけ選んでください。さあ、こちらの4枚のカード、どれにしますか？決まりましたか？それでは、まず一番端のカードから、ワンドのナイトです。こちらのカードを選んだ方は、状況を察し、先手先手に手を打っていくことになりそうです。不穏な動きを感じ取っていそうです。後手に回ると不利になるので、先に動いてみて、ピンチを乗り切って成功する暗示が出ています。さあ、続いて、こちらのカードにします。ソードのページのカードが出ました。こちらのカードを選んだ方は、聞いてはいけない情報を聞いてしまいそうです。接し方が変わってしまいそうです。周りとコミュニケーションをしっかりととって、それぞれの考え方を理解することが重要だとカードは言っています。また、交渉力、駆け引きがうまくいくときです。営業に行ったり、企画を出すのにも良いタイミングです。忙しい状況になっていく暗示でもあります。さあ、続いて、こちらのカードにします。カップのエースのカードです。このカードを選んだ方は、周りから愛されることが重要だとカードは言っています。悪口や嫌味などは言わないように、からかわれたりやいじってくるのも愛情だと思ってみて、また新しい気持ちで臨める時でもあります。気持ちを入れて仕事ができそう。気持ちを入れて仕事をすると仕事運がアップします。さあ、最後にこちらのカード、カップのナイトのカードですね。こちらのカードを選んだ方は、やりやすい環境に持っていけそう。自分のフィールドで勝負をするべきです。勝てない勝負はしない方が良さそうです。得意分野でライバルと差をつけることを考えて、勝利の喜びが出ています。苦手なことはちょっとずつやっていくと、いつかそれも克服でき武器になりそうです。問題が起きたら、気に入られている人のところに助けを求めに行ってみてね。それじゃあまた。